冷たいね。ジュースとママの。ジュースこれママの。だってねちゃん、結構で違ってる。ちょっと果物。じゃあ何の果物？ぶどう？いちご？ぶどう？いちご？よいしょ。プリン。プリン。プリン。ママ、これなんて書いてるの？パパに読んでもらったら。これは吉野の里プリン。こっちは？そっちは吉野の里プリン。うん、切るよ。おいしい。おいしいか、よかった。え、これ、食べたことない。うん。あ、ママ、このプリンめっちゃトロトロ。え、よかったね。ママも食べようかな。おいしかった？まだ食べたい。まだ食べたいってことはおいしかったらね。うん。ママ。ん？一口だけちょうだい。一口だけ？マジで？なんかトロトロだよ。トロトロ。トロトロじゃん。うーん。おいしい。あ、そう。パパ、これ、このふうにめっちゃトロトロだよ。うん、そうなんだ。パパ、ちょっと食べ過ぎたら、うん、したら、ビール飲んでいいから。ありがとう。パパする？パパする？せーの、ミッキー！乾杯！ミッキー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 ！パパ見てて、うん、うわーすごい、うん、かわいい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 、びっくりした。肉焼いた途端にめちゃめちゃハエが出てきたね。いやー、びっくりした。なんか大群に襲われたんだけど。うん。え、なんで？いやー、今もう姿も見えないけど。食べ物という食べ物に群がろうとしてたよね。うん。もうユーリはギャン泣きだし、ね、まあ、外は無理今日は。うん。ゆりちゃん、もう虫いっぱいで怖かったね。もうお部屋の中いないからね。燃えてきた。消えてんの。ねえ、もう大丈夫だからね。燃えちゃったの。うん。ま、今回窓からもしっかり桜が見えるし、うん、虫に怯えながら食べるよりは中で食べようか。そうしよっか。ね。びっくりした。いや、もうそのおかげで焼いてた肉が。ねえ、こんなにちっちゃかった？いや、もうちょっと端から端まであったと思ったんだけど。うーん、めち
ちっちゃくなっちゃったじゃん。この 1.3 から5倍ぐらいはあったよね。なんか閉まってるよね。絶対硬くなってるね。ね。まあ、いっか。食べましょう。ちょっと仕切り直しましょう。そうだね。この城の急いで運んできた片付けも後だね。ちょっとまあいっか、うん。もうワインとかそうだもんね。ぬるくなっちゃったもん。そうだね。言えてる今。ちょって。ちょちょちょ。ぬるくなっちゃったわって。まあ。虫嫌、ね、ちょっとさ、本当にでもこれからさ、うん、もうこうなってくるじゃん、うん、虫対策考えよう。そうだね。もうなんか虫除けスプレーなんかじゃ効かないわ、あのハエたちは。うん、かやかやかや、いや、かやが手っ取り早くない？かやっていうか全面網のタープ、うん、がいるよ。まあ今回の経験したらちょっと考えるよね。ずっと中はさすがに嫌じゃん。やっぱり外でちょっとご飯とか食べたいよね。うん、ちょっと考えよ、タープ、ね、うん、じゃあシワシワになった肉ちょっと食べようか。食べましょうか、うん、いや、やっぱこの仲いいね。仲いい。もうこれ赤ワインなの？あ、よく分かったね、赤ワインよ、うん、すごいじゃん。はい、じゃあ改めて乾杯しよう。せーの、ミッキーに乾杯。ミッキー乾杯。あら、パパ、ミッキー言ってなかったね。パパ、ミッキー言ってなかったね。ちょっと出ないでよ。ごめんなさい。じゃあ、ミッキー頼む。飲みましょうね。このローズマリーさ、ひゆりとお散歩中に河原で見つけて一緒に撮ったんだよ。あ、そうなんだ。ね、ローズマリー。うん、か、気持ちいいね。ねー。いい匂いするもんね。ローズマリーはとってもいい匂いするよ。あ、そうなんだ。うん。おいしいよ。うん。おいしいの？簡単よ。簡単なの？うん、あ、何が？ゆりが最近さ、うん、温泉好きなのよ。ほう。なんかあの広いお風呂が、うん、最近気に入って。お風呂場の中で走り回ってない？お風呂の中では走んない。あ、そう。でも脱衣所で走る。マジで？すっごいテンション上がるの、脱衣所に行くと。そう。なんなんだろうね、踊るし歌うし走るし。脱衣所走ると危ないから。歌ったり踊ったりするのまではなんかもう静止できないから。なかなか大変よ。ぎっしり詰まってるね。ね。で、タオル。お風呂行こう。うん。行こう。行く？パパ。ん？お風呂大好きだから。うん。お風呂入る？はい。お風呂セットの準備はできたから、あれ、あとお金？お金いらない？もう行くの、いいじゃん。え、はいはい。外寒いかな？大丈夫かな？寒くないよ。何もいらないかな？何もいらない。じゃあもう行くの？ちょっと待ってよ。じゃあ準備がまだできてないからさ。乾燥対策。よいしょ。いや、加湿器ほどここも行って、うん、ないかなと思うから、まあ、濡れてあるぐらい。うんうん。はい、さっと、たまん。あ、出てきた。さっと、大事。あ、よし。あ、私んちゃん一緒に脱いでる。ごめんなさいね。もう、別々に脱いでくださいよ。早く脱ぎたいじゃん。なんで一緒に脱ぐのよ。そしてそのままにするのよ。いや、早くしまいたいじゃん。何が入ってたんだっけ？ラムネ。ラムネか、うん、ここに。
それ何が入ってんの？マスクとミニちゃんのパカパカおもちゃ。あ、そうなんだ。変えたりできるよ。そしたらお友達になっちゃってるの。こうしたらもう、ほら、黙ってるからね。やったー。お酒が進みそうですな。何？あれ？どっか行っちゃった。蓋が。なんか蓋が飛んでたね。また降りる。いいか。いつか出てくるわ。大型。世の大型に失礼よ。ね。なんか可愛くなった。可愛くなっちゃったね。どうしよう。わさびの蓋がない。さすがに外は寒かったけど、中でこうやって夜桜できるとは思わなかった。ほんと目の前にあるしね。なんかすごい幻想的。こりゃ酒が進みますな。進みますな。今日はちょっと美味しそうなおつまみも簡単だけど作ったし。美味しそう。飲みますか。飲みましょう。乾杯。美味しい。やっぱり窓広いのいいね。普通に外で見てるのとあんま変わんなくない？そうだね。今日窓開けて寝ようかな。そうする？すごいいいよね、これ。こっち誰も絶対来ないから。窓開けて寝よう。そうしよう。おやすみ。おやすみ。これ見るたび思い出す、このケース。お世話バッグっていうかね。あのおむつとか。そう、この中におむつとかさ、クリームとか、こう入れて、でこのままどこでもこう持って行ってみたいなやつ。どこにあるの？結構これこうふかふかな布素材だけど、割とこうしっかりしてるから、なんかこういうの入れるのに意外と活用してるね。おいしそう。あ、かわいい。ワンワンと
どれ見せて。ほら、じゃじゃーん。なんか桜が丸くなってるじゃん。あれ何？これはテーブルが可愛いの。ゆーちゃん、テーブル可愛くしたいの。テーブル可愛くしたいの。じゃじゃーん。これポッポにプレゼントしてあげるね。全部はい、お手伝いして。うん、すごいね。お手伝いして、ゆーちゃんが来るから。持たないと思うな、すぐ枯れちゃうから。ちゃんとマツコさん可愛い。マツコさん可愛いの。みーちゃんこんにちは。挨拶したの。こんにちは。いたいた。パパ、うん、ママ、キルシさんだね。こんにちは。こんにちは。パパ見て、ママ見ててね。こんにちは。いたー。いた。頭こっちになってるじゃん。いた。じゃあ行きましょう。こんにちは。こんにちはしたの。こんにちは。